平等院庭園浄土式庭園とは、平安時代から鎌倉時代にかけて築造された日本庭園の形式である。学術論文ではよく浄土庭園という名称が用いられる。この方式の庭園は、仏教の浄土思想の影響を大きく受けたものであり、平等院法王堂に代表されるように、極楽浄土の世界を再現しようとしたため近藤や、 フッツドをはじめとした寺院建築物の前に園地が広がる形をとっており、神殿造形庭園、書院造り庭園とともに、自然風景式庭園に分類される庭園形式である。モウツジ庭園、上ョ寺ルジ庭園日本に浄土思想が伝来した時期は早く、仏教が日本に伝来した時とされる538年には、同時に中国から朝鮮半島を経て日本に伝来した。 この思想が広まり始めるのは奈良時代に入ってからで、この頃の思想は平安中期以降のように自分が死後極楽浄土に往生することを願ったのではなく、もっぱら個人を追善する異例あるいは自分の両親の保温的な性格のものとして捉えられていた。初期の形態は寺院の主要建築である近藤や阿弥陀堂の前面に池を作り蓮を植え、花園を設けるなどしたもので、 薬師寺や北ケ寺浄土院など奈良時代にその兆しが見られる。平安期に流行した神殿造りの庭とは違って、ここでは中心建築が神殿から阿弥陀堂に変わっている。この形式のラン配置には池の占めるウェイトが非常に大きい。華麗な銅塔が地面に映る姿は浄土を空想させたであろう。11世紀末からおよそ80年間にわたり造営された。 白川院の戸場離宮は平安系の南、鴨川に接した風光明媚な土地で従来からも別荘地であった。この地に東西1 5トル、南北1トルの区域を占めた利宮が作られた。池は東西6町、南北8町あり、池に数個の中島が浮かんでいた。白川院が自慢にしていた庭園で、池を中心に奈殿、北殿などの住宅と、 安楽寺院などの同等が同居した浄土形式の構成であった。他に藤原道長の法上寺、藤原寄道の平等院など、また阿弥陀堂の東表に池が掘られるという浄瑠璃寺,寺のような場合もある。この浄土形式の建築と庭は12世紀初期には京都より遠く離れた東北の平泉に作られ、今も庭園の遺跡をとどめている。 中村寺や藤原元平の作った盲辻は比較的原型をとどめ、新たに石組みも発掘されている。また、元平の夫人が作った実、自在用院、娘の作った白紙や御打堂は、庭園を発掘復元して公開されている。このほか平安時代中期には地底をはじめとして、崩壊時、保祥時、末期には、飛板院殿、法根合院、炎上法住寺、宝珠寺殿、 鎌倉時代には、永福寺、北山戸の商名寺など、この形式の庭園事例は比較的多い。各地の主な浄土式庭園を歴史する、鎌倉、横浜の名園をめぐる宮本賢治、神奈川新聞社2007ありがとうございます。